日はロッキーチャンネルのロッキーでございます。岡島さんのですね、純竹竹とんぼの作り方見ていただけているでありましょうか。私もですね、真似して1本作ってはみたんですけど、ちょっとトラブルがありまして、今日1本持ってまいりました。これですね、これが私が作った竹とんぼなんですけど、ちょっと映るかどうかわからないんですけど、しっかり割れてしまったんですね。これが治るかどうかちょっと岡島さんに見てもらって、それでその後どうなるかを見てもらえて決めたいと思います。それではまた。どうもこんにちは、岡島さん。どうですかね、この割れてる具合は。今ね、割れてる箇所を見てるんですけど、はい、ちょっと見たところは、はい、ここもいってますよ。そうですね、ええ、2箇所バリッバリですよね、ええ、これはわりかしこう力が入るところだから重症だと思うんですけどね。はい、まあとりあえず修繕の方法っていうんですかね、はい、普通はこのフィールドでやってるときは応急処置としてやるという、うん、考えです、はい、自宅にあるときはひったぶって軸だけ生かしましょう、はい、羽は破棄しちゃう。でもフィールドではそれやってられませんので、まずこの痛まったところの、チェックをしますね、この場所、はい、この場所を今ね、今こういう状態ですね。見えますか？映ってますね、パッチリ、はい、ね、見えてます。それとあとこれですね、ここ、うん、ここですね、ここほら動いてます、ね、ここですね、動いた動いた。とりあえずね、これ目で見える限りこう修正して、修正したところで一回、はい、とりあえずまず接着でつけちゃいましょうね、はい。これは竹の繊維に沿って切れいってますから、こういう風な感じです。これもこうじゃなくてこうですね、竹の繊維の方向に、うん、でこれをひっくり返しまして、これと裏に染み出てる場合もそうですけど、やっぱりこう入ってますね、あね、はい、こっちもこうですね、こうやってひび入ってます、うんうん、これでまあ若干隙間にこう染み込んでいったわけですよ。はい、でフィールドでやるときに、こういうグラス、これはウールです。はい、グラスウールがあればいいですが、ない場合ですね、はい、ポケットティッシュかなんかの、うん、ポケットティッシュかなんかの、あ、完全にティッシュですよね、そうですね、うん、こうですね、はい、これ自体強度があるわけじゃないんですが、はい、これが こんな形でこの間に何ていうんですかね、より、瞬間接着剤がね、はい、こういうふうにですね、ね、でこちらも、うん、こういうところが開いてました。これもこういうあれもいいですね。で、そうしますとね、ね、隙間なく瞬間接着で入ったと思います。でも最初に染み込ましたやつが染み込んでますね。今は表面だけですから瞬間的にこれ乾かしちゃいましょうね、はい、これは瞬間接着剤、効果は促進剤ですね、効果促進剤、じゃあこれで、おお、出た出た。そうしますともう次はもう指につきませんからね、はい、うん、そうしましたらね、余分なところを剃り落としてしまいます。今この範囲で、これはいらないということですね、はい、
これもいいね。もう染み込んでますか。でこれを、うん、あそうしましたね、120番か、はい、180番ぐらいで最初に、この雑草これを取っちゃいますね、はい、こうですね、こうですね、これボロボロ上取れても構いません。これはもう本当は取れた方が望ましいですけど、これはガラスであろうが、このティッシュペーパーであろうが、もうこういう風に仕上げればそれは強度っていうのはないわけですから。おー、三浦さん出していただきましたか。あ、じゃあ、おい岡島さんがね、三浦さん作りを、どうですか、これで、群馬で27申し込みが27、うん、いいですね。いや、何でもないです。27ね。そう、三浦さん、うん、今日追加になったのが23番の三つ松さん、小林勝さん、勝利さん、25の佐藤さん、26が清水さん、これは、スポンジの天板ですね、ミディアム。これが240番くらいじゃないですかね。まあ、とりあえず240から、これはもっと240は320番ぐらいですね。だからこれで超えられます。さらにね、表面が、でもやっぱちょっと粗めのでやりますね。粗めのでやって、もうこれ、スタンダード撤収をあれして、接着剤で、つけて硬化剤で。これはもうバリがあって、トゲが、あ、補修、うん、三浦さん、はい、こっちも行っちゃってんじゃないですか。あ、それも行ってました。あ、行ってますね。あ、トゲが探してます。あ、じゃあこっちも、じゃあ分からないうちに。あんまり白くならないうちに、ね、これを。これもう今引っかかります。引っかかりますよ。引っかかりな。あれ、今こっちのですね。これね。あのエッジの補修？公園だね。公園も行っちゃってますね。あの今線がこう行ってますから、こういうふうに瞬間接着剤が染み込んでくれればありがたい。そうですね。教えて。たまには教えて。ね。たまには教えて。みんなが教えてる。それは普通のティッシュ。ティッシュ。ティッシュを上がっちゃう。ここはあのささくれてましたからね。ここね、うん、ちょっと示しておかないと。
あ、ここもちょっとさ、これは相当とがらかしましたね、うん、あの空気抵抗を減らすということでね、うん、これダメージで、ダメージが出てます。そうしましたらね、これでまた紫染み込ましたんで、これ表面的なやつの硬化剤、あの硬化させちゃいましょう。そしたら次にあのやっぱり、これではこの120番次180番、はい、それでまあ、うん、これは省略してもいいです。大体これで320番ぐらいね、240から320で乾きましたんでね、これはもうざっともうねこうやってやるね、一体余分なら取れるわけですね。それともうトゲのバリのあれがなくなってますからね。まだ大丈夫だね、はい、もう取りましょう。大丈夫ですね。もう分かんないぐらいになっちゃいますね。でこうやったらあの形はできました、はい、でもうささくれもありません、はいね、そしたら最終的にこれでバランス見てみましょうね、うん、若干やっぱりこっちが重いですね、重くなってます、うん、ですからこれをあの削りますけど、これを今センターで、若干こういう辺が重いかなっていうところでですね、こんなの振り込み用紙に入ってますか、ね、こう減らしたいじゃん、はい、事務局の方にパクする、うん、こういう感じですね、うん、これ丸くなってますね、できるもん今修正したところはここですね、はい、また次までつやさん、これもう一回見せますね、まだ重いですね、まだ重いです、だいぶ重いですね、これを修正してましょうね、あ、これをができてたからこっちが重いですね、まあ、ここら辺がちょっと、うんうん、そうね、やっぱりこっちは多いですね。
まだもうちょいね。ジャガトですかしね、ほんまに少しですね。もうほとんどいいぐらいの状態になってますね。そうですね。さあね、うん、私の今浴槽を見るのね、浴槽の角度を見るのをね、はい、工夫しました。でここはまあほぼ平らずしますね。これを、この角度と下の角度と上の角度、こっち右と左の芸角が見やすいようにするわけですね。おこのぐらい角度ついてますね、皆さんのね。こういうふうに見るとね、すごい、ね、よくわかりますか、ね、よくわかりますね。これは随分いいの考えてもらいました、ね。なるほど。これなら違いが、つうか、どのくらいの角度がついてるかなって、あとで、これで、チェックしてもね、チェックしやすいと思うんですけど。どうでしょう。皆さんも真似してください。これがわりかし、簡単ですからね。あ、分かりました。こういうもんですね。こういう感じで、クリップにこう、そうですね。挟んであるような感じで。これはもう瞬間接着剤かなんかでつけた。これはなかなか分かりやすいですよね。分かりやすいでしょ。だいぶついてるなって言われちゃったんですけども、なかなかいいですね、これ面白いですね。例えばこれはもうちょっとなそうと思ってたんですけど、本当にわずか、わずかっていう時もほら、こう言えば、そのわずかがどのくらいのわずかさだって分かりますよね。そうですね。ね、私だったらこれでね、でもまあ、今、現在この時ですよ。はい。わかりました。ありがとうございます。一応重量バランスを取りましたが、シルエットはちょっと今落ちちゃってるかもしれない。もともと羽が割れた時に本当は角度がついてなかったんだけど、その割れた方が今度角度がついちゃったんですよ。実際にはね、これはこの平らの上に貼ってあるだけですね。そうですね。いい相手だね。ねえ。じゃあ僕ちょっとここが緩みがちなんでこれしてきますね。あ、はいはい、ありがとうございます。これはでもあくまでもフィールドでやるんで、はい。普段だったらこれはこれをメシメシ、まあ、メシと、まあ軸はもったいないですから、はい、軸は取っていきます。はい、わかりました。いい勉強になりました。おお、いいじゃないですか。いいですね。枯れ切りもあんまり出てないですね。うんうん、
いいじゃないですか、うん、おあじゃあ、ありがとうございました。はいはい、このように修理してくださいってことですね。はい、ありがとうございました。